白虎か、お前は動物だから我々には見えないものが見えていたりするのか。例えば今ここにヒイラギがいることをお前だけが知っているとかな。そこか。え、樋口さん、私がいるのがわかるんですか。なんてな、バカバカしい。猫や犬が何もない場所を見るのは人には聞こえない周波数の音に反応しているだけだ。だがヒイラギは見えると言っていたな。私に観測できないものがな。興味がないわけではないが、特に突っ込んで調べる動機もない。今は他にいくらでも研究対象があるからな。原因不明の昏睡状態も興味深いが、さっさと目覚めてくれないものかな。これでも仲間だ。樋口さん。